1869年頃に北軍サタリー病院跡地を細分化して販売しようとしていた不動産開発業者が作成したウェストフィラデルフィアの土地利用の現状と計画を示した地図。地図の髪型が西になるよう描かれている。サタリー総合病院は南北戦争中の1862年から1865年にかけてアメリカが州国ペンシルベニア州。 フラデルフィアに設けられていた北軍最大の病院。ゲティスバーグの戦いの後には数千人に及ぶ北軍兵士や南軍捕虜がサタリーで治療を受けた。この病院は1862年に合衆国軍移送官ウィリアム・アレクサンダー・ハモンドの指示でまだ開発がさほど進んでいなかったウェストフィラデルフィア地区の42丁目とボルティモア通りが 交わるあたりに建設された。15A 川の敷地は北側の45丁目とパイン通りの交差点まで広がっていた。この病院は国中で2番目に大きな規模を持ち、南北戦争中の北軍の病院としては最大で34の病棟と数百のテントに4500床のベッドが用意されていた。病院内には図書室、読書室、床屋、 印刷書などが備えられ、独自の新聞、ザ・ホスピタル・レジスターも発行されていた。病院の指揮を執っていたのは、下界で著名な北極体験家でもあったアイザック・イズラエル・ヘイズ博士であった。看護を担ったのは、この地に修道院を設けていたシスターズ・オブ・チャリティであった。南北戦争の終戦時までに、サタリーは12000人以上の患者の処置をしていた。 驚くべきことに、そのうちの死者はわずか260人で、当時の衛生環境や、まだ比較的低い水準にあった、医療技術の水準を考えると、これは特筆に値することであった。戦後、この病院は閉鎖され、建物は引き倒された。1890年代には、跡地の大部分は住宅地に転じた。敷地の低い部分の一部は、 クラーク公園として残された。病院敷地跡に残された、ゲティスバーグを記念する石碑。ありがとうございます。